はいどうもピョッキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースネバーゴナギブユーワンアップファイナルということで、最後の一気アップまで諦めるなと、そういうことでしょうか。で実はねこのコース、昨日トロールコース以外のコースをやったと思うんですけど、その時にねこのコースも一瞬だけやってて、で蓋を開けてみるじゃん、そしたらトロールコースっぽかったんだよね。なんで即やめて今日の動画に回しました。いやだってさ、コース名にも説明文にもさトロールって書いてないじゃん。こんなのわかるかってんだよ。まあまあそれじゃあ早速やっていきますか。そんでこのコース、トロールにしては珍しくゴール条件があるんだよね。昨日やってるから分かってるんだけど、このキラーの裏にさ青いトゲベッドがいるんだよね。もうこいつに当たった瞬間即やめたね。このコーストロールコースなんじゃないかなって。だからこっからがマジで未知の世界だね。さあドッスンの右に一旦行ってみよっか。ドッスンはいなくなんないね。じゃあ下から行けってこうかな。開幕バレー。そんじゃさ、右上のバレーが怪しいと思うんだけど、これ取れんのかな。ここどうすればいいんだろうね。右のドッスンに乗るのもダメだしさ、上の一気アップのところも行けないってことは、下降りて右押しっぱ。なるほどね、これで先に進めるって言うわけか。それじゃあ進んでいきましょう。次は何が来る。うわ暗闇じゃねえか。暗闇はずるいって、どっから何が来るか分かんないしさ。もう山だ、ワンチャンあるよ。上にブラパいるもんね。ここに何が。ガチブロ。いや全然いい、僕暗闇好きだからね。じゃあここで一旦ブラパを倒して上に行けと。そしてスター、このスターを取ってどっち上か下か、頼むこっちで当てて。ブラパ落ちて、頼むって閉じ込めないで。はやー今日も無事2分の1は外すことができたね。じゃあここは下に行けっていうことかな。なんてよ、2分の1じゃなかったの。こんなの2分の0じゃんか。あのね、ここよく見たらさ、ガリガリの上に足場があるね。なんでオンオフしたらいけなかったんだよ。いや違うんだって、絶対この生き方で合ってると思うんだけどな。そんでこのオンオフがしてなかったらドアに入れると、そういうことだね。そしてここは上に行けっていうことかな。いや思うんだけどさ、コース名とか説明文にトロールっていう文字欲しいよね。あれがないとトロールコースかどうか分かんないからさ、そのせいで僕かなりのコースを見逃してると思うんだよね。さあここは右ダッシュでいいね。右ダッシュ、そして避ける。こいつはなんだ、バブルか。いやこのバブルを避け続ければクリアみたいな、60秒耐久すればいいみたいな、そんな感じだよ。見てて、このシーン耐久名人バブルを避け続けること。それで僕編集を変えようかなって思う箇所があってさ、トロールコースやってたら死に耐久とかあるじゃん。それを今後エンディングの方に回そうかなって思うんですよ。まあ、コースをスラスラ見たい方は死に耐久は邪魔になるのかなと思って、まあおまけみたいな感じのところに持っていけば、というかこのおめえバカっつんのか、分かっちないのか、どっちなんだ。邪魔するんだ、無気持ち。もう大体読めたね、この方のトロールコース。どういう風に罠を設置してくるのかとか。うわ、鉄球の角度とかさ、スピードおかしくなかった。あ、これ何もしないでいいよ。邪魔だって言ってんだろ。なるほどね、この制作者さんは鉄球が好きみたいだね。いや、わかる、すげえわかるよ。ドラクエで言ったら破壊の鉄球とかめっちゃ強いもんね。それじゃあここはこの場所に置いておいて鉄球を避ける。そしたら石親父がいなくなると。さあクッパクラウン行きますか。今日はあなた味方してくれるんだよな。一旦上行ってみる。この下のキノコ取っていいのかな。ギリギリまで近づいてみる。お、取れた。取れた。じゃあねだよ。うすうす感づいてたんだけど、一気アップ取ったらいけないね。なんでこの場所でオンオフをして、もっかいクッパクラウンに乗る。そんで左上から行けっていうことだね。さあクッパクラウン行きますか。それはわかるか。花火大会行きたくない。いきなり何の話してんだと思うかもしれないんですけど、僕花火大会めっちゃ好きなんだよね。じゃあこの土管に入っていけと。いや花火ってさ、見てたらこう心が、どうしよう、このまま右。いや絶対合ってるよ、今のはナイス反射神経だったと思う。そしてこれ魚なんじゃないのか。まあ、魚はいいんだけど、絶対あの一気アップもね取ったらいけないと思う。なんでこのドアに入っていきたいと思います。え、中間が全然ないよね。え、この地下ブロック、おい、お父さんいい、大丈夫、何来ないでよ。いやーもういっそ
それじゃあここちくわブロックを落としてすぐ右に行けみたいな、多分そんな感じだよね。ここですぐ右、いや絶対これで合ってるよ。さあこの音符はなんもないね。それじゃあドアに入っていきますか。ジージ、え早くない？え中間ポイントないパターン？今日早いね。でもさ右の扉気にならない、ここは何なんでしょうか？ゴーバックちょっと待ってくれ、ゴールすればよかったパターンか、最初に戻るっていう感じで書いてないかこれ。いや何もないで会ってくれ頼む。さあどうなるんだこの扉は。いや全然ある、全然ある。メイもしもイットロイエーもうわかんねえとりあえずスタートのかスタートってなんでよくっそゴールすればよかった。でも僕はまだ行くよ。この右何があるか気になるよね。いやまさかのだったね。今日こんな短いとは思わなかった。クリア率もだいぶ低かったからさ、めっちゃ長い時間このコースと戦うんだろうなとか思いましたけどなるほどね。そんで僕思うんだけど、右下の土管があるじゃん、あれ入れなかったら発狂していいかな。さすがに入れるよなこれは。さあこっから入れないやんかオチとしては美味しいかもしれないけどさ、何か作っておいてくれよ。はい皆さん戻ってきたね。こっから行きたブロックだって、もうこう、ゴールできんやんマジでゴールできんの？え、じゃあどうやってゴールすればよかったんだろう。じゃあここ右行くことは絶対間違ってないんだ。なんでこっからどうするかだよね。この上の文字がヒントになってるとは思うんだけど、ここで土管に入れ、最初の土管に戻れっていうことなんかな。完全に油断してたね。まさか1個目の土管戻るとか思わないじゃん。なんでこの最初の緑の土管入ったらパワーブロックが出てくると思うんだけど、このパワーブロックを持ってこれを足場にして土管に戻れっていう感じなんだね。さあこっから何か変わってるんじゃないのか。やっぱオンオフが変わってもう一回土管に戻れっていう感じなんかな。ちょっとこれで行ってみよう。どうなる？なんか鉄筋が見る、変わってる。そして僕は終わってる。いやすごいねこのコース、もう終わりと思ったんだけどまだまだ続いてるっていうわけか。じゃあここは上しかないね、下行けないんで俺投げてくんだってお前さそういうのやめろよな。じゃあここは左のオンオフをして一旦スターを取ってみる。そしてさっきとなんか変わってんのかな、上に行けるようになってる。いや多分そうだと思うよ。こっからよし来た。さあどうなるんでしょうか、こっからまた上に。いや、いけないよね。なるほどね、何もしないでよかったのか。それじゃあここ僕何もしないよ、そうしたらリフトが上げてきてくれるっていうことでしょう。さあ、あの一キャップは取っていいのかな。まあ、取るしかないよね。いや僕思うんだけどさ、この下に降りてツタに捕まるじゃん、そしたら下から絶対何か出てくるよ、気をつけた方がいい。ここは右ダッシュだね、さっきと同じだったら右ダッシュよしよしよし。で次はこのキノコ取れる。あ、分かったよ、次は1キャップキノコを回収しなくちゃいけないんだね。いや多分そうだよ。じゃあさ、最初の場面の1キャップキノコも回収しなくちゃいけないのかな。あ、ここ結構、いや全然いい全然いい頼むって。いやでもさ、この1キャップ取れるんじゃないの今度。ほら、いやでも分かったよ、最初の1キャップも多分取っていかなくちゃいけないから全然やられていいよ。今ね土管入り直してきたんだけど、ここの1キャップ多分取らなくちゃいけないね。でもう一回下に戻って先に進まなくちゃいけないんだよ。いやめっちゃ考えられてるこのコース。はい、それじゃあさっきんとこ戻ってきたね。ここですぐこのキュッキュッキュッ乗るのむずすぎんか。ちょっとマジで全集中するね、このクッパクラーに乗るためにマジで集中する。はっさあここで1キャップ取っていいんだけど、今度上から行かなくちゃいけないと思うんだよね。下だってボブ兵いないもんね。なんでこっちで合ってる。いや絶対そうだよ。さあ残り1個、どこにある、何もしない。そしてこのまま右に行けばいい。
キャッ危ねえなんでよこの下確か足場なかったよねいやこれは引っかかるでしょ急に足場がないのはずるいいや違うんだってとか言うと思ってるでしょいや違うんだってここ地味にむずいんだよね上が狭いからさそんなの2マス飛びでしょここよし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 さあそろそろゴール近くなってきましたねここはどうすればいいのはっいや全然余裕こんなの全然余裕だよこんなとこ隠しブロックあったっけでこの下に降りれば確かゴールがあったと思うんだけどいや絶対そうだよねでも残り1個の1キャップここで手に入るのかどうなんだえ手に入んないよねどっか取り逃してんのかないやでももう一回右に行けばさゴールできるみたいなそんなことないからちょっと行ってみようか可能性は捨ててないよ僕まだあるまだある一番右のこの土管入れることを信用しようか頼むダメなんだえどっか取り逃してた分かったよここの左上の画面の方にあるねあいつを取り逃してたのかなんでこの一キャップはっいや全然いい全然いいなんでこの1キャップを取ってゴールできるっていうわけだねさあゴールの場所まで行きましょうでこの砲台を倒して先に行けばゴールが待ってると思いますいや絶対これでゴールだよ皆さんお待たせしました2周分もあったね今日これでゴールじゃなかったら僕は泣きたいと思いますやったどうもありがとうございましたはいそれじゃあ次のコースは一発マリオヤフー知恵袋がどれだけ荒れているのかコースで表現してみたっていうコースなんですけどヤフー知恵袋というものを皆さんご存知でしょうか困っていることやわからないことそして悩みを相談できるような場所なんですけどそのヤフー知恵袋荒れているみたいですね、まあ、僕ねヤフー知恵袋あまり使わないんだけどそんな荒れた様子がこのコースで見れるということでそれじゃあ早速やっていきますかクリア率は 1.04% いや楽しみだねコースでそのヤフー知恵袋の荒れ方をどうやって表現するのかよくわかんないねいやこれはよくわかんないどういうことなんだろうね、まあ、たくさん針とかさあの花とかブラパとかいるから、まあ、殺伐としてるっていうイメージで撮っていいのかな、まあ、普通にここまで来れてるけど、まあ、難易度的にはねそんなに難しくないんじゃないかなえまさか一発クリアありえるんじゃないのほらもう変わり見えてるやばいこれは勢いが足りなかった頼むマリー本気全身でいってくれほらやばいね今日の一発マリオすぐ終わるかもしんないいつもの一発マリオってさ攻略法から入るじゃんどうやってクリアすればいいかなみたいなでもこういうコースってさパックンを避ければいいだけだからそんなに難しいわけじゃないんですよ考察時間がないしねじゃあここはもうクリアさせていただきますどうもご視聴ありがとうございましたこの動画が良ければグッドボタンそしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております最後までご視聴ありがとうございましたそれじゃあまたね